今回は小説レッドドラゴンとそれを元にした三つの映像作品を紹介していきたいと思いますまず小説レッドドラゴンはトマス・ハリスによって1981年に出版された小説です悪役として有名なキャラクターとなったハンニバル・レクターはこの小説で初めて世間に登場しますただしこの小説の中ではハンニバル・レクターはそれほどメインキャラクターではありませんでした ハンニバルが「人食いハンニバル」と呼ばれ9人もの人を殺した殺人犯だということは分かっていますがあくまでハンニバルは FBI 捜査官のウィルにアドバイスを送る存在です。ただし怪物であることは間違いないのでそれほど物語の中に登場しなくても不気味な存在ではあります。物語はそのハンニバルを逮捕した時に負傷した FBI 捜査官のウィルは FBI を辞めていましたが 2組の家族が殺されてしまったことで再び現場に戻り事件を捜査するという内容になっています物語の前半はウィルが事件を解決するために捜査をする様子が描かれていて後半は犯人であるカミツキマのダラハイドの物語になっています犯人のダラハイドはウィリアム・ブレイクの描いた大いなる赤き竜と日を纏う女という絵を見てそれに取り憑かれ竜に変身しようとします そんなダラハイドと彼を追いかけるウィルを結びつけるのがボルチュモアで精神病院に入っているハニバルレクターですちなみにこのあと紹介する映画や一番最初に日本で翻訳された小説「レッド・ドラゴン」の中ではダラハイドのことを魔と翻訳していますしかし私の読んだこの新薬版の「レッド・ドラゴン」の中では「歯の妖精」と訳されていました。レッドドラゴンの作品を知っている人は 噛みみつき魔ととといいう方ががが馴染ああると思いますがあえて歯の妖精と訳したのには理由があります英語ではトゥース・フェアリーとなっていて犯人のダラハイドはこのトゥース・フェアリーと呼ばれることを極端に嫌っています。なので「噛みつきま」という訳では犯人が侮辱されたと怒る理由につながらないので言語の「トゥース・フェアリー」に近い「歯の妖精」と訳しています。 妖精というかわいいイメージを持つ言葉を使うことで犯人が侮辱されたことを表現していますで捜査に行き詰まったウィルは全く違った考え方に触れるためにハンニバルに会いに行きますその時ハンニバルは自分たちはお互い似た者同士だとウィルに告げました、まあ、そしてウィルはダルハイドを追い詰め彼と戦ううちに自分自身も彼と変わらない要素を持っていることに気がつきます この小説レッドドラゴンはそんな終わり方になっていますでそれを最初に映画化したのが1988年に公開されたケージグラハム凍りついた欲望という作品で監督はマイケルマンが務めていますちなみに後にレッドドラゴンという映画が公開されるわけなんですけれどもその時にこのケージグラハム凍りついた欲望を dvd として発売しています その際、作品を関連付けるために、タイトルをレッドドラゴン・レクター博士の沈黙と書いて発売しました。まあその刑事グラハム凍りついた欲望は、物語の展開は原作通りなのですが、FBI 捜査官ウィルが連続殺人犯を追いかけるという刑事者になっています。特にダラハイドの描写は、原作のようにレッドドラゴンに取り憑かれる様子はほとんど描かれていません。 ウィリアム・ブレイクの描いた絵は出てきますがなぜ犯人が竜に変身しようとしているかなどはあまり描かれていません原作ではレッドドラゴンに取り憑かれた犯人は背中にレッドドラゴンのタトゥーを入れますですがこの作品の中ではその描写もありません犯人の背中にレッドドラゴンのタトゥーが入っているシーンは この作品以外の映像でも強い意味を持つシーンであるんですけれどもそこを描いていないということはやはりそれほどこのの作品の中でレッドドラゴンに強いいいいい意味を持たせていなないなんじゃないかなと思います犯人は単なる異常者のような描かれ方になっていてウィルがそんな異常者を捕まえる物語になっています。 なので先ほど DVD 発売時にタイトルを変えたと言いましたがこの作品は「レッドドラゴンレクター博士の沈黙」よりもそのまんまのケージ・グラハム凍りついた欲望の方がぴったりくる作品だと思います。で FBI 捜査官のウィルが連続殺人犯を追いかけるという感じで物語は進みますが原作とラストは大きく違っています。まあ、映画の方が原作とは違ってすっきり事件が解決して終わりを迎えます。 もちろんこの作品の中にもハンニバルは登場しますがかなり印象が薄いです。彼が人食いであることも描かれていないのでそれほど彼の怖さも伝わりません一方2回目となる映画化は2003年に公開された原作と同じタイトルのレッドドラゴンですこちらではハンニバル・レクターをアンソニー・ホプキンスが演じています。 原作通りハンニバルはあまり物語の中には登場しませんがそれでも視聴者に与えるインパクトはかなり強いものになっています小説では「レッド・ドラゴン」で初めてハンニバル・レクターは登場しましたがこの映画「レッド・ドラゴン」はハンニバルシリーズの3作品目となりますそれまでに羊たちの沈黙「ハンニバル」でアンソニー・ホップキンスはハンニバル・レクターを演じています しかも羊たちの沈黙でアンソニー・ホプキンスはアカデミー賞主演男優賞を受賞していますなので見ている側にとってはすでに強烈なイメージが出来上がっていますアンソニー・ホプキンス演じるハンニバルが物語の中にそれほど登場しなくてもハンニバルの印象は見ている側には強く残るようになっていました映画の冒頭ではそのハンニバルが逮捕される前の ハンニバルとウィルの関係が描かれているのでウィルはなぜハンニバルに恐怖を描くのかそしてハンニバルはななぜウィルにに恐怖を与えよううととしてていいいるるのか、理由が見側も伝わりりやすくなります。くまこの「レッドドラゴン」は映画以外でも映像化されていて2013年から放送が始まった「ハンニバル」というドラマの中にも出てきます。 これは小説「レッド・ドラゴン」の前の世界のハンニバルとウィルの関係を描いた作品なんですけれどもシーズン3の第8話からラストまでは小説「レッド・ドラゴン」の世界になっていきます物語は原作通りに進みますがただし原作や今までの映画よりも何度もハンニバルは登場します怪物ハンニバルとそれに取り憑かれたウィルさらにはダラハイド3人の物語になっています ハンニバルによってウィルとダラハイトが結びつけられるのは原作と同じなんですがその結びつき方が原作よりもより強くなっていてラストは3人の戦いになっていきますなので最初の映画のようにこちらの作品もラストは原作とは大きく違っていますまたドラマ全体がハンニバルとウィルの BL 的要素で進んでいるので2人の関係も原作よりもより強いものになっています で先ほど噛みつきまではなく歯の妖精と翻訳したと話しましたがこのドラマ版の中に犯人がトゥースフェアリーと呼ばれるのを嫌うのはフェアリーの中にゲイの意味があるからだというセリフが出てきますまあ、そういう意味でも新訳版で歯の妖精と訳したのは言語の意味に近かったんじゃないかなと思いましたまあ、ということで今回は小説レッドドラゴンとそれを元にした3つの作品 ケージグラララハハム凍りついたた欲望レッドドドゴンドラマハンマニバルを紹介しましま同じ小説を元にしていて3作品ともどれも原作を忠実に描いているんですが全く違う作品になってます原作通りに描かれている部分がそれぞれ違うので各作品を見比べてみるのも面白いと思います、まあ、私が一番原作に近いと感じたのは「レッドドラゴンで」で 残りの2作作品はは途中までは原作に忠実ですが、がラストがかななり違う展開になっています。同じ小説をいろんな世界観で楽しむことができるのが映画やドラマの面白さの一つであるということをこの3つの作品を見ることで感じることができるんじゃないかなと思いました。というわけで今回は小説「レッド・ドラゴン」とそれを元にした3つの映像作品についてのお話でした。